皆さんこんにちは。こんにちは。誰と喋ってる？僕のスーツです。僕のスーツ。これ。合わせ。グレームジ。これグレームジでいいの？チャコールグレーです。チャコールですね。いやすいません普通ですよ。2、3年前にもチャコールグレーの無地作ってるんですけど、これはね、ドラゴスーパー130です。ドラゴ。これね。ツヤ感がドラゴスーパー130です。あ、いきなりブラシ見してもだ。お前ネタバレしとけ。はい。これでも本当に言うと、ほんまきめ細かいというか高級感。でしょ、見えますよね、ツヤ。ええスーツやなって、パッと見ながら。どう自慢しようかなって、ほんまに思ってますね。めっちゃ綺麗ですもん。うん、めっちゃいい接客できそうな気がする。この冬。これ、わかりやすくこう、いいの着てあるなって思うような。ほんまに。ね。人目見てわかる感じですね。うん。ほんまにいいのに出会えたと思います。まあで裏地なんですけど、これペイズリーですこれ。やりましたね。人生初ペイズリー裏地ですよ。え？裏地ですよ。はい。こうペイズリーシリーズ。あ、たくさんあるもん。たくさんある。ちょっと待って、どれやったっけ？どれやったっけ？どれやったっけの量です。多分違う。じゃあ。なんか似たようなここら辺結構あるもんね。それか、これ違う。もういっぱいある、あった、うん、なんかここら辺ちゃいますか。ちょっと違う。違う。でも似たのもあるので、だからここやね。それね、うん、これですわ。来た、はい、これシャレね、割と落ち着いたようですよね。そう、これがオーダーならではっていうのがやっぱここだけそれにするっていう、ここだけ胴裏ね、胴裏袖はシンプルです。普通ちょっと切りました、まあ、これと自由に選べるっていうのもいいところですよね。外見シックで定番な雰囲気ですけど、中ちょっといやらしくないですか。こだわりですよそれは。ね、色気がある、そうね、そのいうやつです。でサイドフェンスしてちょっとすいません、まだ石つけてきてできたの今日開封したの。できたで、できたやばい。サイドに切ったのもそういうことです。裏地を見せてやろうと思います。あ、なるほどね。裏地をピラッとピラピラさして、裏地見せて見てもらって参考にしてもらえたらなっていうね、はい、これ愛物ですよ、ね、これ愛です ね、 ですね、はい、愛物です。うん、春まで着てあります。うん、うん、割とシーズン問わず着れそうな感じです。そうです、ね、使い勝手いいでしょ。はい、もう一個いきます。あ、今回スリーピースじゃなかった、上下だけ。もう僕ね、最近スリーピース着ないんですね。はい、うん、いや着たいんですけどね、ちょっとね、体型変化も最近着ないと諸事情あって。もう一個いきます。もう一個、もう一個もう一個いってきます。クラシックいったね、また2着目です。2着作りました。両方とも秋冬系、これがより冬らしい感じです。これめっちゃかっこいいやん、ネイビーメランジ、木調ですね。木調、はい、奥行きが出るんですね。そう、あー、そうですね。ベタっとしないでね、やっぱり。そうそうそう、ベタっとしない。ホームジーってベタっとする感じですもんね。そうですね、動きありますよね、生地ね。動きあるよ、素晴らしい。動きあるよ、素晴らしい。サイダージャンさん、もうトレコです。定番ですね、それね。はい、もうこれしかしてないです。ラベルト持ってないんですよ。おっ、わー、いった。プリントやね、こっちは。プリント。アヒル裏地。アヒル裏地。すげえポップ。可愛らしい。
ちゃやばないですか、アヒル裏めちゃめちゃ派手な、結構リアルな感じですけど、僕来たから、狙ったからすごいえ、でもこんなこう、なんちゅうの、モテ字がさ、はい、ライトクラシックというかね、うん、実はかしこまった感じでしょ、落ち着いた感じね、はい、こう待ってパッと見た感じだけでいくと実はみたいな、ね、脱いだらすごいね、これ何で開けるな、直感、いやこれね、実はちょっとね、あの逆輸入じゃないっていう、お客さんが好きだった、あ、そうなの、スリーピースで仕上がったのを見て、はいはい、スリーピースベストベストの背中も、すごい、その方は、うん、結婚式、ご自身の結婚式の、撮影用かな、撮影兼のスーツかな、なんかそれで、そう、この裏地が入って間もなくやったので、こういうのもありますよってお勧めしたら、これいいやって、奥さんがやろう、そうなんですね、ちょっと出来上がりめっちゃ楽しみやったんですよ、そりゃそうや、はい、で、検品 しながら、やばか、次俺もこれか、パクろう思ってパクりました、まあちょっと生地の色はその方とは違いますから。丸パクリにはならないでしょう。いやもうそれはもう全然唯一無二ですからね。ね、組み合わせで言うたら。これがこうやっぱ一面になるとすごいですね。すごいですよ。何匹おんのやろ。何羽おんのやろ。ひよこもおるね。ひよこもいました。お前は。ひよこいましたね。ボタニカル親子です。確かに。はい。いやそう。ね、遠目で見たら分からない。いやまあアヒルとアヒルとパトワーみたいな分かんないですけどね。二回は見るかもしれない。二回見ると二度見つかるんですね。そうこういうまあプリント裏地、はい、でこんだけ遊べるので遊び心ね旺盛たくさんありますね本当に。なんか面白いな。いやそんなことない。モダーモダーして。あよりねこういうやつやるとね。だからもうやり尽くした名はもうないでしょ。まだまだいろんなことできるってことですよ。もうこんだけプリントもあるから出来上がりまで楽しみたいですよね、時間を。そうですね、のがね。そうなんですよ。もういろいろ楽しんでください。どうですか。なんでこれはもうこの冬ですね。この冬着倒すんやろうな。もう外しておきますもんね。準備しとくね。はい、今これ撮影してるの夏ですけど、まあ、夏ですね、はい、ですけどもう明日でも着れるようにちょっと外しちゃいます準備万端で、はい、すいません、なんか半ば僕の場合自慢動画になっちゃってまあそういうことです。楽しんでください。そうですね。こういうのもあるのでたくさんあるん で今期はね、ちょっと何この動画上がってからもうちょっと先の話かもしれないですけど、この秋冬は本当期待してほしいです。あ、記事も記事もまた入荷したらご紹介するんですけど、どんどん紹介、うん、いい色柄がっていうのを一応ちょっとね、聞いてるんで、ね、裏でもね、増えるんで、あ、そうみたいですね、はい、だからまだまだ、まだまだあるってことです、一応毎年毎年毎年、そう、入れ替えというわけで、今回は、私、金子の出来上がったばかりの秋冬系のスーツ2着のご紹介ですねをさせていただきました。はい、この動画を面白いと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。